東京武蔵野市で FC 横川電気サッカー部横川電気サッカー部はかつて存在した日本のサッカークラブ横川電気のサッカー部として1939年に創部した横川武蔵野 FC の前身となったクラブである文献から確認できる最初の公式戦の開催会場となった東京帝国大学1939年に 横川電気製作所の社内のサッカー同好会として創設され、横川電気製作所が本社工場を置く東京吹田多摩郡武蔵野町吉祥寺を拠点として活動を始めた。1941年、関東集休協会主催の第10回関東実業団集休大会に出場して1回戦で三菱クラブに0から1で敗北したが、 この試合が文献から確認できる最初の公式戦である。1941年4月16日に関東実業団集級連盟への加盟が承認され、関東実業団集級の6部に所属することが決定した。太平洋戦争後の活動については、はっきりしないが、全日本実業団サッカー選手権大会や全国都市対抗サッカー選手権大会の 出場経験はない。1976年に東京都社会人サッカーリーグ一部へ昇格し、初優勝も果たした。翌1977年は都リーグ一部で2年連続優勝。また、関東社会人サッカー大会で優勝した。1978年、関東サッカーリーグに昇格。関東リーグは優勝した東方チタニウムと勝ち点11差の。 勝ち点447敗で3位の成績。1979年、関東リーグは優勝した埼玉教員と勝ち点6差の勝ち点476敗で3位の成績ながら、2年連続で上位2チームに認められていた全国地域サッカーリーグ決勝大会への出場はならなかった。1980年、関東リーグは故障2分11敗の勝ち点12で9位に終わり、 翌年度からのトリーグ一部への降格が決まった。また、全国社会人サッカー選手権大会に初めて出場。初戦で三菱重工神戸を破り、全社初勝利を記録した。二回戦は丸安ス工業に敗れた。1983年、合併により、称号が変更したことに伴って、横川北新電気サッカー部へ名称を変更した。 1984年、トリーグ一部の優勝はならなかったが、関東社会人大会で7年ぶりに優勝した。1985年、関東リーグに5年ぶりに昇格したが、リーグ戦は2勝4分12敗の成績で再開に、終わり、1年でのトリーグ一部への降格が決まった。5年ぶりに出場した前者は1回戦で、三菱事項京都に敗れた。 1986年、称号変更に伴って横川電気サッカー部へ名称を変更した。1988年、3年ぶりに全社へ出場したが1回戦で京都府警に敗れた。1991年、横川電気副社長の三河栄治の肝入りで、チームの強化が始まり、ブラジル人のマルコス・ボカットが監督に就任し、また、ブラジル人、 選手3人と契約した。1992年、トリーグ一部は3位の成績であったが、関東社会人大会で準優勝した。4年ぶりに全社に出場したが1回戦で、京セラ川内に敗れた。1993年、関東リーグに3度目の昇格。リーグ戦は9勝3分6敗の成績で、優勝チームと勝ち点9差の3位の成績。 2年連続で出場した前者は1回戦で NTT 九州準決勝で東北電力などを破り決勝では k k に勝利して同大会で初めて優勝した1994年会社としてジャパンフットボールリーグへの昇格を目指す意向を表明した関東リーグは10勝6分2敗の成績で2位に勝ち点4差をつけて初優勝 全社は準々決勝で北陸電力に敗れた。初めて出場した全国地域サッカーリーグ決勝大会は1次ラウンドを2戦2勝の首位で通過、決勝ラウンドは1勝2敗で4チーム中3くらいの成績でジャパンフットボールリーグへの昇格はならなかった。1995年関東リーグは9勝4分5敗の成績で優勝したプリマハム FC 土浦に 勝ち点14差の2位。前者は1回戦で、日立清水に敗退。地決は1次ラウンドを2戦二勝の首位で通過、大対 FC や YKK などと同組となった、決勝ラウンドは1勝2敗で4チーム中3くらいの成績で2年連続の敗退。1996年、関東リーグは8勝2分8敗の成績で、優勝した本だるみの蘇佐山に、 勝ち点17差の4位に終わり、3年連続のチケツ出場はならなかった。前者は1回戦で、同大会で優勝した、教育研究者 FC に敗れた。1997年、元湘南ベルマーレのエジソン・アパレシードで総座が加入。関東リーグは14勝4分の成績で2位に、勝ち点10差をつけて3年ぶり2度目の優勝。前者は、 佐川急便 SC などを破って決勝に進出。決勝は、本田ダルのノ佐ソサヤマに勝ち4年ぶりに優勝した。チケは1次ラウンドを2002勝の首位で通過、ソニー仙台 FC やアルビレックス新潟などと、同組となった決勝ラウンドは1勝2敗で4、チーム中3くらいの成績で敗退した。1998年、関東リーグは15勝1分2敗の成績で2位に、 勝ち点9差をつけて2年連続3度目の優勝。試決は一次ラウンドを2戦二勝の首位で通過、愛媛 FC や NTT 九州などと同組となった、決勝ラウンドは3戦三勝3の成績で優勝した。また、1999年度より創設される日本フットボールリーグ参加を2月までに申請し、10月に日本サッカー協会によって JFL への参加が承認された。 1999年、森新一が監督に就任。第35回全国社会人、サッカー選手権大会に出場して、栃木 SC や、ミトホーリーホックなどを破って、ベスト4に入った。2000年、藤原義蔵が監督に就任。この年の東京都、サッカートーナメント決勝で、早稲田大学を破り大会初優勝。天皇杯全日本サッカー選手権大会に初。 出場したが、一回戦で、阪南大学に敗れた。2003年、社内組織から離れるとともに、チーム名称を、横川武蔵野フットボールクラブへ解消。また、古谷武が監督に就任した。2007年2月に特定、非営利活動法人武蔵野スポーツクラブが設立され、トップチームの運営を同法人へ移管した。また、同年より、 与田裕樹が監督に就任した。2009年、JFL リーグ戦で17勝9分8敗の成績を収めて、過去最高の2位に入った。また、金守高則及び大田康介が、ベスト11に選出された。なお、第89回転の杯、全日本サッカー選手権大会に出場し、初戦で大分トリニータに、PK 戦で敗退。2012年、 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会2回戦で J1 の FC 東京に勝利しベスト16に入った2013年より吉田康弘が監督に就任した2015年11月26日 J リーグ加盟を目指す方針を表明した J リーグ入会の条件が緩和されたこと主力選手が J リーグ入会を目指すチームに 相次いで移籍したことを理由として挙げている。2016年1月1日付でチーム名を東京武蔵野シティフットボールクラブに変更した。以降については東京武蔵野シティ FC の項目を参照のこと。武蔵野市立武蔵野陸上競技場トップチームは2007年2月に設立された特定非営利活動法人武蔵野スポーツクラブが 運営していたが、ユースジュニアユースやスクール事業については、横川パイオニックス株式会社が手掛けていた。2014年11月には、横川武蔵野 FC ジュニアが、ダノンネーションズカップで優勝した。ありがとうございます。